エクスプローラー1号はアメリカ合衆国発の人工衛星。東部標準時の1958年1月31日22時48分にフロリダ州ケープカナベラル空軍基地よりジュノーアイロケットにより打ち上げられた。ソビート連邦が1957年10月4日にスプートニク1号を打ち上げたことによりアメリカ合衆国においてはスプートニクショックが起こった。 これにより、対抗措置、宇宙開発競争の一環として、アメリカでも、早急に人工衛星を打ち上げることとなった。アメリカ海軍のバンガードロケットが1957年12月6日に人工衛星打ち上げを試みたが、これは失敗に終わっている。これとは別に、陸軍主導の計画として、ジェット推進研究所が衛星を製造し、 アメリカ陸軍弾道ミサイル局がそれを打ち上げるジュノー1ロケットを製造することとなった。これらはわずか84日間で組み立てられた。ジュノー1ロケットはレッドストーン短距離弾道ミサイルとして開発が進められてきたものであった。エクスプローラー1号を打ち上げたロケットはしばしばジュピターミサイルと混同される。しかし、ジュピターミサイルをもとに開発されたロケットの名称は ジュノーツーであり、名称は似ているが別物である。エクスプローラー1号の衛星本体は、ジェット推進研究所のウィリアム・ヘイワード・ピカリング、博士式のもとに、組み立てが行われ、計測機器は、ジェームズ・バン・アーレン式のもとに、組み立てが行われた。エクスプローラー1号の打ち上げは、国際地球観測の一環でもあり、計測機には、科学目的を優先し、 宇宙船計測用のガイガーカウンターが搭載された。衛星の打ち上げは成功し、エクスプローラー1号は地球を周回する超大円軌道に投入された。エクスプローラー1号のガイガーカウンターは高度により宇宙船計測数に大きな差異があることを報告してきている。これは後のエクスプローラー3号の観測結果と合わせてバンアレン体の発見につながっている。 エクスプローラー1号の電力は1958年5月23日までに消耗した。その後も軌道を周回し1970年3月31日に太平洋上へ再突入している。エクスプローラー1号の予備機はワシントン DC の国立航空宇宙博物館で見ることができる。これより前に打ち上げに失敗した衛星があるので正確には 打ち上げて、軌道投入に成功した初の、ありがとうございます。